こんにちは、シュールです。今見たい海外ドラマ3作品のまず1つ目、コブラ会です。こちら1980年代を代表する青春空手映画ベストキッドの続編になります。映画から34年後、当時高校生だった空手少年たちが大人になった姿が描かれています。空手のライバル同士だった少年たちが親の世代になり、挫折や苦労を経験したりと、それぞれの人生があり、ドラマの中では映画の回想シーンとともに感慨深く描かれています。かなり熱い人間ドラマが楽しめるのがこちらのコブラ会の魅力の一つです。やめられない止まらない中毒性ありの作品になってます。今年の1月にシーズン3が配信開始されたばかりなんですけれども、各シーズン全10話構成で、なんといっても1話は約30分とね、長さがちょうどいいんだよねと言いながら、私はこちら一気にして見てしまいました。1日10話ずつスッと終わってしまって、シーズン3だけはね、今年配信されたばかりだったので、じっくり楽しもうと思ったんですけど、一瞬で見終わってしまいました。こちらの作品に関しては一気見するのがもったいないほど面白いです。コブラ界のポイントですね、こちら映画を見るとなお面白いです。映画ベストキッドの名場面や回想シーンがたくさん出てくるので、映画を見てからドラマを視聴することをおすすめします。ちなみにベストキッドは複数の映画があるんですよ。1984年のベストキッド、1986年の沖縄が舞台のベストキッド2、1989年のベストキッド3、最後の挑戦。まずはこちらの3作品があって、コブラ界では主に初期3作品のその後が描かれています。私の場合は、一番最初のベストキッドの映画を見てから、シーズン3まで作品を見ました。シーズン3の途中に1回ベストキッドの2を見たんですけど、その時に、ああ、なるほど、そういう流れだったのかっていう気づきもあったので、映画とね、こう同時に見るのはいいかなと思います。さっきちょうど見てたのが、ジャッキー・チェーンとジェイデン・スミスの共演のリメイク版のベストキッドも見てみました。これがもうすごい面白かった。こちら舞台が中国で、空手ではなくてカンフーって言われてたんだけど、ジェイデン・スミスがね、すごいちっちゃくてね、可愛い男の子なんだけど、ちょっと生意気な男の子っていう感じでね、オリジナルのベストキッドとコブラ界を見てたっていうのもあって、すごいなんかね、すっきりとした展開でいいとこ取りっていう感じだったんで、こちらのベストキッドも個人的にはおすすめです。映画に出演していたオリジナルキャストが30年以上の時を経て登場ということで、こちらのドラマのコブラ界では、映画ベストキッドで少年役として登場していた俳優さんたちが親の世代になって登場するんだよね。メインキャストが同じ俳優さんが演じてるってすごい素敵ですね。映画でね、描かれていたこの少年時代の経験がうまくいった大人の例と、苦労した人生になってしまった人物とかも描かれているから、こう自分自身の経験と重ねてみた時にすごい共感する部分がかなりあると思います。なんかそれぞれいろんな人生の歩み方があるけど、本当人との出会いとか、そういうのでね、良くも悪くも変わっていくんだなみたいなメッセージ性があります。こちらもともと YouTube の定額サービスで配信していた目玉作品だったということで、YouTube から後に Netflix が配信そして制作を始めて大ヒットを記録し、現在シーズン4も制作予定ということです。これからどこまで続くのかというのも楽しみです。しっかりと終わらせてくれそうな気がしています。突然打ち切りならないといいなと思います。80年代ベストキッドで熱狂した世代から若者まで楽しめるドラマが、こちらのコブラ会ですね。ベストキッドをね、見ていた皆さんも楽しめると思いますし、主人公は少年時代に空手をやっていた、ライバル同士の2人が大人になってからの姿が描かれてるんですけども、2人とも親になってて、その子供たちが空手をやってるんですね。若者の青春ドラマとしても楽しめます。空手の戦いのアクションもあれば、そういった恋愛系の青春も描かれてるし、あと家族愛と人間ドラマと、あとは空手っていうのはね、呼吸法だったりね、ここを強く持たなきゃいけないというね、精神的な部分、集中力を高める方法などもね、たっぷりと詰まった作品です。私これ見ながらね、なんかすごい筋トレがはかどったし、視聴者の精神面を強く安定させてくれる健康的なドラマだと思います。コブラ界とてもおすすめです。続きまして、クイーンズギャンビットです。児童養護施設で育ったチェスの天才少女の成長を描くクイーンズギャンビット、世界63カ国でナンバーワンに輝き、 Netflix で最も成功したリミテッドシリーズと言われています。1話が約1時間なので、海外ドラマの中では少し長めなんですが、シーズン1全7話でしっかりと完結しています。こう途中が気になってシーズン2まだかなみたいな感じはないので、すっきりと見れると思います。1965
1950年代の児童養護施設で人並み外れたチェスの才能を開花させた少女は依存症に苦しみながらも華やかなスターへと駆け上がっていくストーリーです。チェスのルールが分からなくても十分に楽しめる作品になってます。チェスの、ね、心理戦を表情や仕草で見せてくれていて、また主人公の少女の頭の中のチェスの動きを映像美とスリリングな音楽とともに描かれているんですが、これがねめちゃくちゃかっこいいんですよ。なんか壁とか天井とかにそのチェスのボードがねふわって出てきてね、チェスのねこう駒がねバン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 スッスッスッみたいな、そういうねシーンが出てくるんだけど、これがねすごいかっこいいの。芸術的な海外ドラマだと思います。主人公の天才がゆえの苦悩ということで、天才すぎるあまり周りが理解できない世界で生きる孤独感がひしひしと伝わってきます。頭脳戦で戦うチェス界の敵はまあ自分自身であり、依存症に苦しむ少女の戦いがねこう胸にグッとくるシーンも結構出てきます。悩みながらもね主人公の真の強さが視聴者を魅了していく作品です。1960年代のファッションもポイントです。孤児院で育った少女がチェスの世界でクイーンへとのし上がっていくストーリーですが、次第にこう自分に自信が出てきて、まあ、それがねファッションに現れていくんだよね。チェスの試合の時に結構ドレスアップして試合に挑んだりとか、世界大会に出るためにいろんな国を旅し始めるんだけど、孤児院で過ごした時は決められたね服しか着れなかったんだけど、どん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 こうファッションにも興味が出てきたりとか、メイクもちょっと変わったりとか、ファッションだったり60年代の欧米の美しいこの街並み、ホテルとかだったり、そういうのも注目してみると面白いかと思います。クイーンズギャンビットによってチェスブームの到来ということです。チェスプレイヤーがなんと5倍増え、チェスの売り上げは 170% も増加したそうです。すごいわかる。この作品見てるとちょっとやってみたくなるんですよ、チェス。新たなチェスプレイヤーを爆発的に増加させるほど影響を与えている作品ということです。チェスのこの対戦相手が年齢が関係ないんですよね。おじさまと15歳ぐらいの子が戦ってたりとか、老若男女関係なく楽しめるものが、まあ、このチェスの面白さなんだなと思いました。ただただルールはめちゃくちゃ難しそう。駒の進め方とかの意味が私は全然わからなくて、カチ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 なってる時計があって、チェスの駒をね動かしたら時計をポンって押すんだよね。そう、その時計が欲しい、あってどうすんのって感じだけど。ちなみにオンラインチェスなども人気のようなので、まあ、今ねおうち時間長い方も多いと思いますので、ね、興味ある方はぜひこちらのドラマを見て、さらにチェスにハマってみるのもありかと思います。クイーンズギャンビットもねほぼ一気にするぐらい面白かったです。シッツクリークです。大富豪が突然の破産、転落したセレブ一家を描くコメディドラマ。こちらは2015年から2020年に放送されたカナダのシットコムシリーズです。シーズン6まで各13から14話で構成され、2020年、昨年ですね、ファイナルとなるシーズン6で終わりを迎えたドラマです。こちらすごいのが、第72回昨年のエミー賞にてシッツクリークがなんとコメディ部門の全ての賞を受賞するという快挙を成し遂げました。簡単なあらすじが、突然破産してしまったセレブなローズ一家が冗談半分で購入した田舎のオンボロモーテルで貧困生活を送ることになってしまうというコメディドラマです。こちらポイントはですね、まあ新しい環境に慣れようとポジティブに行動する元セレブの姿ですね。田舎町で完全に浮いているファミリーなんですが、そんな状況でも前向きに生きる姿からかなりパワーをもらえます。セレブすぎちゃってっていうのか、ノリがとにかく軽いんだよね。子供たちがさ、あんまり働いたことがなかったりするんだけど、なんか簡単な気持ちで仕事してみちゃおうとか、学校行ってみちゃおうとか、ここに好きな人いるから働いてみちゃおうとか、そうすごいノリが軽いのよ。そうでもね、そのやっぱ行動力って大事だなと思って、私も行動しなきゃなと感じました。だけどおしゃれだけは譲れない女たちですね。やっぱこれがザ・セレブの生き様ですよね。おしゃれだけはね譲れないのよ。一家の母親は元女優っていうこともあって、その辺のねプライドはね絶対ね負けたくないのよ。娘のアレクシスも、まあ、今風の女の子なんだけど、まあ、とにかくおしゃれで、特にねヘアスタイルがかなり可愛いんだよね。でシーズン1、2、3ぐらいの時とかヘアアクセをつけてるシーンがねたびたび登場するんだけど、すごい可愛いのよ。なんかさ、セレブだからかティアラっぽいのとか、すごい冠っぽいカチューシャとかしてるんだけど、めちゃくちゃ可愛くて、思わず私マジシャンの衣装を作ってくれているデザイナーさんに連絡しちゃったの。このアレクシスがつけてるようなヘアバンドが欲しいんだけどみたいな。なのでセレブドラマ好き
好きな人はこちらコメディドラマですけどすごいおすすめします。ゴシップガールとかデスパレートな妻たちとかセックス&ザシティリベンジとかああいったセレブなさキラキラドレスが好きな人たちにも楽しめると思います。崖っぷちの一家から勇気をもらえる作品です。昨年からね、環境の変化や生活がガラッと変わった方たくさんいるかと思います。ですがこの一文なしのファミリーを見てると人生行動すればどうにかなるかなって考えさせられると思います。あとはねこのドラマの良さがもともとセレブなんだけどそんなツンケンしてなかったりしてて周りの環境をねこう受け入れたり愛されキャラクターたちが登場するのもすごい好印象でした。うん、環境が変わってもね自分らしく生きるのは大事だなと思います。こちら1話完結のシットコムのコメディドラマなので、まあ、1話がね20分程度なので隙間時間にサクッと見れると思いますのでこちらのシッツクリークすごいおすすめです。今回は私がおすすめする海外ドラマ3作品を紹介させてもらいました。今年もねたくさんドラマを見ていきたいと思います。今日も動画を見てくれてありがとうございました。動画が面白かったら高評価そしてチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。